南インドの一南インドの衛星写真南インドは最も多くの像を保有しているオリシーの踊り子、クチプデの踊り子南インドの伝統的な料理。南インドの主食は米である南インドはインドの中で南部に位置する地理的、言語的、かつ文化的に区分されうる一地域の総称。南インド分離主義者はドラビリスタントされている。地理的な観点より古くから サトプラ山脈、ナルマダーガは、ビンディア山脈の線より、イナンのデカン高原、東ガーツ山脈、西ガーツ山脈を含む地域は、南と呼ばれてきた。現在では、言語的、文化的、そして政治的な観点も含めて、南インドは、アンドラプラデーシュ州、テランガーナ州、ゴア州、カルナータカ州、ケイララ州、タミルナード州、ラクシャドビーパレンゴーク、 パーンディッチェイリ連合区、アンダマンニコバル諸島連合区を含む地域を指し、この地域の居住者は、南インド人と呼ばれることがある。言語的にも、文化的にも、南インドは、ドラビダ人の地として区別される傾向があるが、インドアーリア人やコンカニ人をはじめとした、ドラビダ人に含まれない人々も多く居住して、現地の言語を使用しており、またドラビダ人も、 インドの他の地域やスリランカ、オセアニア、東南アジア、マダガスカルなどに広く居住している。南インドは広大な三角形の半島で、西にアラビア海、東にベンガル湾に面している。おおよそ東海岸に沿って東ガーツ山脈が、西海岸に沿って西ガーツ山脈が伸び、それらに囲まれる高地が、レカン高原である。コーダーバリー川、クリシュナ川、 カービリ川などの比較的大きな河川は、いずれも西がツ山脈に発して観光源を通って、東がツ山脈を刻み、ベンガル湾に注ぐ。東南部には、ラーマの橋と呼ばれるサスと島々が点在する、ポーク海峡を隔てて、スリランカがある。ラクシャドビーパ諸島の南には、モルディブの島々が連なる。半島三角形の南の先端がカンニヤークマリ、であり、 その先には、インド洋が広がっている。特定の地域として言及される以下のような地域は、南インドに含まれる。アンドラ海岸地方カルナータカコロマンデル海岸、コングナードチョーリアナードテランガナトゥルナードトンダイナード、パーンディアナード北部セーフチマールナード、マイガーンマラバール海岸、モラスナードライチュールドーブラヤラセーマ、南インド人は、五儀通りには、南インドに羊を持つ。 人々のことであるが、多くの場合ドラビダ人のみを指す。しかし実際にはドラビダ人の範囲に含まれない人々も南インドを自らの故郷としている。インドでは使用言語と保持している生活文化との関連性が密接であるので、民族の分類をする場合には単純に使用言語によって分けてしまう場合が多い。それに従えば南インドにはタミル人、テルグ人、 マラヤーラム人などが居住していることになるが、その使用言語の多くがドラビダ語族に含まれるので、大きくドラビダ人と分類することが一般的である。その場合、ドラビダ人に含まれないのはインドアーリア語に属するコンカニ語を話すコンカニ人などとなる。南インドに居住しているのはドラビダ人であるということが一般的に言われているが、ドラビダ人を定義するときには、 一般に民族を定義する場合に生ずる困難が、ここにも生ずる。ドラビダ人という故障について考える場合、言語学での分類に用いられる、ドラビダ語族の概念を抜きにしては考えられない。ドラビダ人の定義としては、ドラビダ語族に属するタミル語、テルグ語、カンナダ語、マラヤーラム語、トゥル語、コータ語などの言語を母語として使用する人々、 という言語学的側面が第一に挙げられると考えられる。次に、インダス文明の担い手でもあり、移住してきたアーリア人よりも早くからインドに居住して、徐々にインドの南方へと追いやられていきながらも、長羅町などのもとで流星し、イスラム教勢力の侵入を食い止めた人々という歴史的、政治的な側面が挙げられる。次に、一般的にドラビダ人は、 アーリア人に比べ肌の色が黒く、背が低い。次に、インド文学においては、サンスクリット文学が入る前から存在した、独自のタミル文学を保持し、ムルガン人信仰などの宗教や建築、音楽、道徳観、食生活などでも、独自のものを持っている、という文化的な側面が挙げられる。このような、様々な側面が複雑につながり合っているのが、 ドラビダ人という概念である。また、タミル人という概念があり、主にタミル・ナード州出身で、タミル語を母語としその文化を担う人々を指すが、タミルという語がドラビダという語と語源について関係している可能性があることを考えると、タミル人をドラビダ人の代表、あるいはドラビダ人そのものと考える傾向があることも理解できなくはない。南インドで用いられる言語は、 ドラビダ語族に含まれる言語がほとんどを占める。タミル語、テルグ語、カンラダ語、マラヤーラム語、トゥル語などがある。中でもタミル語は、西暦起源前後の言葉を収録したと考えられる。比較的古い文献が伝わっており、ドラビダ語族の起源であると考えられている。コドラビダ語に最も近いものであると考えられる。ドラビダ語族に属する言語を使用していたと、 学問的に認められている、インダス文明の未解読文字を読み解くときにも、非常に重要な鍵となる言語であるとみなされている。このほか広く通じる共通語として、英語とヒンディー語が用いられる。またパーン・ギッチェリーリ連合区では、フランス統治の名残でフランス語が通用し、現在でもフランス語の教育熱は高い。独立にあたり、言語については北 インドを中心に使用されるヒンディー語を南インドに押し付けないという暗黙の了解があった。しかし1970年代以降、公務員にヒンディー語の講習を受講することが義務付けられるなど、ヒンディー語への根深い反発はあるものの社会に浸透した。インドの他の地域と同様、住民のほとんどがモンスーンに依存した農業を営む。主な農作物は米、コシ。 族、豆類、綿花、唐辛子、四国ビエであり、また数々の香辛料が栽培される。ニエラギリ産地や小田口地方では、ビロウ、コーヒー、胡椒、タピオカカルダモンも栽培されている。しかし、特に、カルナータカ州北部、ラヤラセーマ地方やテランガナ地方では、干ばつが頻発し、農業経営が厳しい状態に追い込まれており、 家畜の売り払いや自殺などの問題を引き起こしている。これらの地域のほかチェンナやハイデラバードなどの都市でも水不足は深刻である。南インド地域の教育水準は全体的に高いとされており、特にケーララ州は指揮率98%を誇り、失業率もインド全土中最低である。また、インド初の家族計画政策が実施されたように、 南インドは北、インドほどの人口増加がない。南インドでは、インドの全土の IT 産業の7割があり、中でもバンガロールは、インドのシリコンバレーと呼ばれることがある。チェンライなどの都市がこれに続く。南インドでは、自動車産業も盛んであり、インド全土で生産される自動車、バス、大型トラック、列車、自動二輪の50%が、 南アジアのデトロイトの異名を持つチェン内で生産されている。ありがとうございます。